こんにちは。あ、どうもこんにちは。たびたび失礼します。どうも。今アプローチ練習中ですか？そうですね、アプローチをやっておりました。なるほどなるほど、はい、ちょっと一回見ましょうか。いやさすが、はい、さすがです、はい、ちなみになんか、はい、ここにね、はい、2本ぐらいクラブあるんですよ。あ、別でね。別で、はい、これ何のために置いてるんですか？今58度使ってるんですけど、はいはいはい、他にも一応ね、52度ウェッジもう一個あるのと、はい、一応ピッチングと、基本的に3本体制でアプローチしてます。うん、なるほど。まあ、状況とかに応じてクラブを使い分けたりとかっていうのはするんで、はあ、そういうので一応3本持ってきて、今練習をしてる感じですね。なるほど、はい。ちなみにその使い分けを今回教えてもらったりとかできますか？あ、なるほど、なるほど。クラブのね、使い分け方。はい、一応まあその3本でやってるっていうのも、一応まあ58度を基本的に僕はアプローチするんですけど、はい、まあ、58度っていうことはまあちょっと球が上がりやすい。そうですね。まあ、プラス、球が止まりやすい。っていうところで、うん、まあ、短い距離であったりとか、ちょっとこう上げていきたい。砲、うん、台のグリーンとかでは、58度を使うようにしてます。はいはいはい。けど、まあ、例えばこういう場面で言うと、まあ、こう3つカップ並んでますけど、ここからですね、例えばこう打つところがあります。うん。で、まあ、ここからグリーンですよね。そうですね。で、こっからカップまでの距離。っていうところがあるんですけど、左奥が一番グリーンの面が長く使える、うん、要は一番転がせる場面なんですね。そうですね、距離があるってことですね。こっちは右カップの方だったら逆にこの距離があんまりないんで、ランがそこまで使えない、うん、はい、そうなってきた時に、例えば右のところだったら僕は58度で寄せるような感じ。なるほど。これを例えばこんな場面で今 Pはい。P。P 持ったんですけど。P で打とうとすれば。おー。できるんかい。そう。いや、さすが。できるんですよ。できるんかい。最初に落とす場所がここになっちゃう。確かに。そう。そうなっちゃうと、ここのバウンドを読めない。これはあまり良くないですよね。はあ、要はランダムになっちゃうね。だから最初にグリーンにキャッチして、最初のバウンドがね。で、転がせる距離。の場合だったら P とか持った方がいいかなと思うんで、こういうところでは転がしはあんましないです。なるほど、なるほど。逆にああいうちょっと距離のあるところ、はい、とかだったら P ぐらいで打ってあげた方が楽に寄せれる感じだ。ああ、なるほど。こういう感じでね。さすが。そう。ははは。で、その間に入ってくるのが52度。はい。52度だったら、まあそのね、ちょっと浮かせつつランも使える。うん。っていう感じなんで、まぁ、あ、ちょっとその中間ぐらいのやつですね。ぐらいだったら52度ぐらいで、寄せる方が楽かなっていう感じで。おぉ。ちょっとそういう感じで、52度とか、ピッチングとか58度とか、使い分けて打つような感じでやってます。なるほど。ではまずはその最初に、グリーンに乗せてからどれぐらい幅があるか。っていう場面で、一応僕は3本をこうやってね、変えながら。やってるような感じではあります。なるほど。はい。どうですか？内訳とかはされます？あんましないですね。さすが。58度1本でやっちゃいますね。うん、でも結構いると思うんですよ。あ、もちろんね、それでもね、いいのはいいと思います、はい。結局そのアプローチってこう、イメージ力なんで、全、う、然、んはい、58度だけでいきますとか、56度だけでいきますとかでもいいと思うんですけど、はい、いろいろ使って、まあ使える方がイメージを膨らみますし、いい天気です。いい天気でございます。12月やのにあったかい。12月やのにね、あったかいですよ、今日は。あったかいですね。って感じで、一応まあ、アプローチだからといってね、1本にもこだわるのももちろんいいですけど、いろんなクラブぜひ使ってね、やってみるっていうのも、スコアアップになるかもしれないんで、なるほど。試してほしいなと思います。わかりました。はい。ありがとうございました。お邪魔しました。お邪魔しました。